神奈川大学体育会アメリカンフットボール部、アトムズは、神奈川大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。関東学生アメリカンフットボール、連盟関東大学リーグ1部ビッグ8に名を連ねたこともある、または2部、3部リーグ所属。チームカラーは、ホワイト、ブルー。1974年創部。比較的結成は新しいが2005年には、 関東大学リーグに一部昇格を果たし活躍し、社会人選手も輩出している。チーム名のアトムとは物理学、科学の原始。真の学生スポーツを目指しながら、可能性を最大限に伸ばすことをチーム理念としている。剣士からの速攻が伝統となっている。2013年10月13日対、一橋大学クリムズ温泉での中本祐樹、田中裕二の 約60ヤードのロングパスに見られるディフェンシブライン、ラインバッカー、ディフェンシブバック、クォーターバックなどから繰り出されるロングパスのカウンター等が武器である。ありがとうございます。